ちょっとね、ちょっとあのお口から物が消えたら喋りますねって言って喋ってるんですけど、あーもうもぐもぐしてたら何喋ろうとしてたか忘れた本当に頭がさ、頭のキャパがさないとしか言いようがないよねこんなの。あーそうそうそう、思い出した。夜にね結構あのお仕事をさせていただいてギュって なってるからできないかもしれないの、夜に配信が。ということで、ゲットレディウィズミーアット10時37分すっぴんなので、こんなに念入りに前髪を溶かしたにもかかわらず前髪を止めて いきたいと思う。悲しい。はい、ツンツルテンガーできました。おはようみんな。ゆうながこの時間に普通に喋れてるのは珍しい。12時半くらいまでできたらいいかもね。なんか暗いね。つかない。今はね鼻の脱皮中なの。カーテン開いてるよ。でもなんかさめっちゃ雨降ってて、そう暗いんだけど。肌は画面を通してるから綺麗に見えるだけで、マジでそばかすがひどいんだから。よし始める。今日は時間がたっぷりあるので早くメイクしようとか思わずに。丁寧にやっていきます。お出かけいってらっしゃい。最近はね、まあこれ話したか、スポンジ使ってるからいい感じにできる。先輩方はみんな使ってるスポンジ。普段は15分くらいでできるけど、なんか45分くらいかけてやりそう私今日。そしてね、近くに水晶鶏を持ってきたから食べたくなるかもね。
下地に命かけるタイプ、そんなタイプいるの？私どこにも命かけてないわ。テレレレレレレレテレレレレレレテレテテ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 テ。学生だったらさ、この時間にさ、めっちゃゆっくりメイク配信なんてできない。二十歳の特権。え、マジでか、あのさ、鼻の脱皮が気になる。助けてー。夏に向けて脱皮。なんか、顔がかゆい。はい、下地ができました。ファンデーション、ごめん、大きい声出して忘れた。最悪。リビングに持ってきたかったものがあるんだけど、てん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 、その時になったら行くわ。じゃあ、行きますぜ。肌が綺麗になる魔法。トコ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 トン、頑張れ頑張れ頑張れ、フレフレ、ポン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 。朝だし、なんか寒暖差で鼻水出るし、なんか全然調子良くないんだけど。ファンデーション、下地とさ、ファンデーションだけだとさ、なんかのっぺらぼうみたいな肌の凹凸のなさ。もっと鼻はすだりと高くて、ここら辺もなくていい。これくらいになってほしい。ゆうなからしたらさ、いや、わかんないけどさ、もう先輩とかすんごく可愛いのね。超
超可愛いんだけどさ、それぞれコンプレックスってあるんだろうなと思ってポキも頑張ってる。コンプレックスがあるのはポキだけじゃないぞっていう。しない。でででで。危ない。メイ君参考にしている。私誰かを参考にしたこと。東京は暑いですか？新潟も暑いよ。なんかもうだって7月でしょ。そりゃ暑いよね。夏だもん。夏ですね。ポキはね、今ね、もうなんか私がここで配信するとき必ず除湿だもん。エアコン、カニうちわで仰いでる。あ、生誕祭のね、だって皆さん生誕祭のうちわが役立っている。朝配信もう、これ朝って言っていいの？10時半、10時半は朝、10時半の挨拶って難しいよね。 こんにちはなのかおはようなのか。なんか私肌にね、めちゃめちゃ お金というか、あのさ、肌を作るメイク道具にめちゃめちゃあのお金をかけてるんですけど、眉毛は100円なんだよね。眉毛ペンシル100円。ちょっとさ、これ100円なんだ。松井玲奈さん、本当にいろんな方に言われるね。そん似てない、似てない、そんな、あ、申し訳ない、ダメだよ嬉しいけどめっちゃね。みんなさ、あのさ、自分の喋りだけじゃ多分みんなつまんないと思うから、歌ってください皆さん、みんなに聞かせてあげて。みんな歌って歌って、よろしく。眉毛、
いいね、選曲も素晴らしい。何の曲を歌ってくれるのかなって思ってましたけど、皆さん選曲が素晴らしいですね。配信始めたばっかりの時はまあ本当に暇すぎて、暇っていうかもう何もすることがなくて、お昼配信めっちゃやってたけど、最近はありがたいことにお昼配信ができないくらいになった感じだから、久しぶり、久しぶり、テレレレッドン。あ、ごめんごめん、みなさんに歌わせといて。お、いいねいいねいいよ、みんな上手。ポキちゃん最初の頃どんな話、なんかどっかから自己紹介の紙を出してきたり、カラオケが多かったね。いや今となってはこんな感じですけど、最初の頃は、え、待って、ゆうなの顔が熱すぎてさ、鏡曇ったんだけど、喋ったから私が。最初の頃は、どういうキャラで行こうかとか、もう迷ってたし、人前で喋るの得意じゃなかったから、配信どうしようと思って。喋る話題がなくてもまあ皆さんと楽しめるカラオケ配信をやっておりました。ついた。良いです。右濃いね。まあいいや、めんどくせ、直すの右の眉毛だけ直すのめんどくさ。タバのストローの中から、そう、出したね、出したね、懐かしい、なんか。これは眉毛が濃いのではなくて、他が薄いからそう見えているだけなのです。皆様。お嬢様、お言葉がね、右の眉毛がすごく濃いでございますでもちょっと手間がかかってしまうので、このままでいきたいと思いますが、正しい言葉遣いですね。
から、え、今日からなの？いや14日くらいだと思ってた。桃なんでそんなに興奮するかと言いますと、一年を通して一番好きな味だからでございます。桃が、桃のフラペチーノが一番好き。今日からなのか。行こ。最高最高。桃大好き。おはーおはー、はいはい。いいよいいよ。アイシャドウはもう薄いって言われるから濃いめに描きます。鼻水出る。アイライナー、いいね、いいね。あ、そうそう、あのさ、畳める鏡にしてからまだ一回も鏡が割れていない。ほい、もうアイライナーがなくなるぜ。前に断捨離してから、あ、増えてないよ。その今ポーチに入ってる必要なコスメのリピ買いとか、なんだあれ、予備に買ったのはあるけど全く増えてないって考えるとさ、興味なさすぎだろって思うんだけど。断捨離してからコスメは増えてません。
こんにちは。こんな長時間前髪をこうやって上げてるとさ、跡がついちゃうよ。ブース、どう頑張ったって昨日はね、ママと妹にめっちゃ、ね、そんちょメイク変って言われて悲しい。今日はステージに立つわけではないので、いつもよりは控えめに。ラーメンを乗せたところで画面には映らない、絶対このこれくらいのラメだったら。あ、わかんないわ、わかんないわ、わかんないわ。ねえ、優がさ発する言葉すべてさ、あの食べ物に変換するのやめてもらっていい？はーい、ラメ完了。ね、これさ、このペースさ早くないか。あ、いい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 いよ。20分くらいかけてるよ今のところ。ポキポキポキ。なんか私の気のせいかもしれないんですけど、エアコンが効いていないのでは。あ、効いてるわ。え、暑いんだけど。なんかここから急激に変わるポイントでございます。おはよう、みんな。
マスカラを塗ってる時の顔は本当に見せらんない。ちょっと待ってね。ちょっとまだ足りない。こうやってこうやって塗ってる。腹筋鍛えてる。あ、そうそうそう、そういうことにしとこうかな。あ、いい感じになったぞ。マスカラガッチガチ。上まぶたに、上まぶたじゃない、上まつげに、上まつげ、まつげにの塗るときはこうで、下まつげに塗るときはこう間違って目に入ったり。私はあんまりないけど、ラメの方がある。ラメの破片が目に入ってなんか痛いなって時とか。あ、完成してきた。できました。目完成。なんかワンワンキャンキャン言ってるけど、いよっ。あ、大丈夫。こんなしばらく経ったら眉毛が気にならなくなってきましたか、皆さん。右の方が眉毛濃いなって気にならなくなってきましたか？ずっと気になってますか？
つつつつつ。そう言われると眉毛気になる。言わなきゃよかった。やめてください、気にならないでください。まあちょっと今日はこれでいく。あとは何が、何をやってないでしょう。みんなに問題。あとは何が残ってるでしょうか。でどこ行く？あ、お仕事に行ってきます。おー、みんな分かってるんだね。そうなのよ、紅は今塗ったから OK でしょ。次はチークなんだけど、もぐもぐしながら撮ってこよう。ちょっと水晶鳥の梅しそをいただきます。うん、待ってて。うん、冷房の季節だからさ、ドア開けっぱなしで行くのは良くないよね。え、全然冷えてないんだけど、冷房にしようかな。あのね、開けてみよう。うわー、すごい。後ろの2って何ですか？カニ。いいよ。
これね、見て、めちゃ可愛くない？これを開けると、にょ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 、ブラシが出てくるね。ちょっと長くなったね。こちら何かと言いますと、磯部ルアちゃんからお誕生日プレゼントでもらいました。これをチークで使いたかったのさ。チーク用のブラシなんだこれ。ちょっと使ったことないからさ、急にさ、なぜカニ？カニが大好きだから。ツイッターのトレンド入り？え？何がトレンド入りしてるの？ NGT48？めっちゃさ、見た目も可愛くてさ、しかもこれだけじゃないの、後で使いたいと思ってるものがもう一つあってさ、できたー、メイク完成した。すごい可愛いブラシをもらったよ。なぜかに面白いよね、やっぱり初見さんはなんでってなる。ラーメンクリップを取りまして、あら、そんなに跡がついていない、素晴らしい。今日はポニーテールにしようかななんて考えてるけど、ね、ここだとさ、アイロンが使えない。ほら、前髪で隠したら眉毛なんて気になんないでしょ。私はこれを狙っていたのだ。前髪は正義。適当にメイクをしてもなんとかなるための、そうで隠すのさ、隠さなくてよかったらさ、全部上げちゃえばいいのにさ、なんで前髪下ろしてるってさ、隠すためでしょ。昨日さ、切ってもらったばっかりだとさ、どこまでが触覚でどこからが髪の毛、後ろの毛なのか分かんない。どこ？触覚。おお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 、これじゃない？これなんじゃない？もうホットサユってずっと喋ってるよね、うるさい。ずっとなんか言ってる、ほんと。
ちょっと待って、またどっか行こうとしてる。ちょっとしゃべってみんなはカニのどんなところが好き？よいしょ。パソコンの充電も終わりまして、アイロンが向こうにあんだ。あーはは、どうしたらいいの？あ、分かった、アイロンをここに刺しとけばいいのか。それで温度を高くしといて、ここで髪の毛を結ぶ。顔がいいんだね。風味だね。フォルムか。爪が好きなのか。赤いところ。歩き方。へへ。旗よく見ると赤いとこカニなんだね。そうだよ。大漁旗。そして、今から使おうと思っているのは、こちら、あ、ま、なんで開けたんだろう。こちらです。こちらなんですけど、これも磯部ルアちゃんからもらった。フレグランスグロースプレー。ヘアトリートメント。スプレータイプのヘアトリートメントです。匂いもいい香りになるし、静電気防止、キューティクル、を守ってくれるスプレー、これを吹きかけます。ほう、まあ結ぶんですけどね。うわー、いい匂いになったぞはい、そうしましたら髪の毛を結んでいきやーす。リリノットスモーからもらったネイルを使うのも楽しみだし、なっちゃんにも誕生日プレゼント渡すまで楽しみにしててねって言われてるし、夕飯にも何が欲しいんだいって言われてるし、みゆみゆさんからもらったものは公演のたんびに使ってるし、髪の毛を解くたびにいい香りがするです。触覚もいいです。ありがとう。昨
整えてもらったからね。ポニーテール完成。あとはちょっとさ、癖のある前髪をさっき温めておいたアイロンでどうにかしてくるから、ちょっと待ってて、うん、でさ、みんながさ、なんか女の子っていうか、まあポキはそんな女の子らしくないからあれなんだけど、女の子に着てってほしいお洋服の色とか、例えばゆうが今から調達しようとしているテニスウェアの色とか、パステルな感じがやっぱいいのかな。 KMT たち、 KMT はパステルが好きなのかな、どうなんだい。あ、ちょうどいい高さがない。ここだ。ロフトベッドの下にしたことでデメリットがありましたね。コンセントがない。あ、昨日美容室でもさ言われたんだよ、スプレー残ってますねって。まあそんな敬語じゃないんだけど、スプレーも残ってるねって言われた。え、ですよねって。どうもすいません、そうなんですよ。フレーキング現象が起きてるね、髪の毛がちょっと白くなってますって言われて、どうやったら取れるんですか。なんかさ、その美容室で買ってるシャンプーリンスなんだけどさ、なんかお肌に優しい成分がたくさん入ってて、そんなに強い洗浄効果がないらしくて、なんかコメント欄見れないと悲しい、寂しい。ルアシ、一人でただただ黙々と喋るのってそんなに楽しくないよ。みんながああだこうだ言ってくれるのが楽しいよね。できたよ。パステルはポキに似合ってるのか、そういうことか。だからみんなパステルを選んでくれるのか。なんかさ、コメント欄が見えない状況で一人で黙々と喋るのはなんか全然楽しくなかった。今気づいた。できた。うーん、声かわいいね。言われたことないな、声かわいいねは。低いからね。ありがとう。頭皮マッサージしながらすると、なんかお風呂に電動の頭皮マッサージのぐる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 ってやつがある。それをたまにやる。パッツンみたい。パッツンなのよ、本当に。つかずにただバチバチバチって切ってもらった。今日さ、今日じゃない、昨日美容室に行く予定は最初なくて、それなんか
朝みんなに前髪伸びたねって言われたから切っとこうかなっていう感じで切ったの。そしたらあの急に美容室行くことになって、朝前髪切ったんですけど、あのちょっと揃えてくださいって言ったらより短くなった。そもそもずっと喋ってられるのすごい。え？だってさ、配信しててさ、これおかしいでしょ。さすがにね、ポキだってね、一人でいるときにギャーギャー言ってるわけじゃないからね。みんながいるからさ、喋りまくってる。こんにちは。前髪短いのいいですか。パーン。やっとこさ、右眉ばっかり濃いのは気になんなくなりましたね。一人の時は静か。一人の時にさすがにずっと独り言言ってるわけじゃないよ。寝言もうるさい感じ。寝てるからわかんないけど。でも私寝言言ってたよは言われたことない。でもなんか物を取ってはっ、って力が抜けて起きる時とかもある。それはあるけど、あるけども、こんにちは。口ピリカブルになるやつをつけてみた。寝言を言うメンバー、え、わかんない、わかんないんだよ。誰かと一緒に寝るのあんまないし。みんなで全員でお泊まり会とかする機会があったら多分わかるんだろうけど、でも私はすぐに寝ちゃうタイプだから、誰かが寝言言ってるから起きるとかはないけど、一回寝たらもうおしまい、朝までぐっすり。外風強いよね。わかる。だってさっきお散歩行ってきたもん。今日もさ、スプレーしたらさ、またここが真っ白くなっちゃう。おお、よくやった、ポキ。あれ？トータル何分くらいで？なんかさ、言うと同じ人いるのかな。なんかそのおお、50分くらいかかったんじゃない、前髪も合わせて。なんか最近ね、ちょっとお出かけする時用のメイクをするためのポーチをね、そのちょっとお出かけをする時にするメイク用のポーチを買ったんですよ。みんな大好き100円で買えるところで買ったんですけど、そのポーチのキャパとか
あと仕事に持っていくバッグとかのキャパに合わせて物を入れちゃうの。心配性だからなのかわかんないんだけど、これくらいのキャパのバッグを持っていきますって言ったら、もうこれパンパンになるまで何かを詰めてるし、必要最低限っていうのが選べないんだよね私。どう、みんな必要ないものっていうか、なんか予備とか、例えば今のメイクポーチこれなんだけど、変わって大きいメイクポーチに入れてた時は試供品リップ3本香水眉毛2個とか、めっちゃそんなに使わないのにパンパンだったので、めっちゃ重いのよ。これにしたらこれにしたで、これパンパンじゃん今パンパンになるまで詰めちゃう。そのレッスンに持っていくためのリュックも内履きとお財布と家の鍵だけで別にこと足りるのよ。まあタオルが必要な時はタオルもだけど、こと足りるのに、もうじゃあなんかお腹空くかもしれないから干し梅持っていこうとかちょっとあそこの外出先にコンセントがあるかもしれないから、あのモバイルバッテリーと充電コードを持っていこう、タオルは1枚で足りるよな、公演の日は1リットルのペットボトル、空の状態の1リットルのペットボトルとそのスポーツドリンクの粉を持ってって、鏡を2つ、クリアファイル、とかさ、なんかいらないだろそんなにっていうぐらいいいバッグにパンパンに詰めていく。マスクもさ、自分が今1枚つけてたらもうそれで1日大丈夫じゃん、そのマスク1枚で。でもなんか12枚くらい入ってるマスクの袋ごとをリュックに入れて、なんか2泊くらいできるんじゃないっていう感じなの、いつも持ってくればよかったって後悔するのが嫌。そう、あとあのコンビニでお買い物した時のもらったビニール袋とかポケットティッシュとか、もう言うのもバッグなんかやばいよね。え、これってさ A 型だからなのかな、こうだな、こうか、こう、うわーだって。いやもうこれは私の性格がもうね、もう修学旅行とかほんとやばかった。あ、みんな一緒の人いるよね。でもね、そのねビニール袋が役に立った時があって、ななみさんとゆうはとかんばら祭りに行った時に、なんかななみさんが箸巻きを買ったの。
でもそこの箸巻き屋さんは2本以上買わないと袋をくれないお店だったのね。なんか袋いただけますかって言ったら2個以上じゃないとダメねみたいな感じだったの。でってなって3人でどうしますって、その箸巻きめっちゃ熱くて、ななみさんも熱いみたいな感じだったので、もうユーハとユーナでバッグの中あさってビニール袋ないか探してさ、ポキのリュックのポケットからビニール袋が出てきまして、よかったと思って、そういった人のスタイルは変わらない。そう、変わらないのよ、ずっとそうなの。箸巻きって何？なんかお好み焼きをお箸に巻いたみたいなやつだったな。最高じゃん、よかったよ、コンビニで袋もらっといてみたいな。フライの時とかこれでも買っていろいろ持っていく。そうだよね、みんな A 型？スクリーンショットぜひ。どんなポーズする？カニー、なんかそのね、かんばら祭りでね、りんご飴の専門店、あ、この話したね、なんかいろんな人にしてて、どこで話したんか話してないかわかんない、未だに TikTok でね、りんご飴のねおすすめが流れてきて、オンラインショップで探してりんご飴が食べたい、専門店のりんご飴が食べたい。オフラインはカニカ注射だけしか持ってってない。いいね、荷物がないね、あんまり。 A 型だけど O 型に間違われる、ユーも O 型って言われた。専門店の屋台が出てて、でも私 お祭りでリンゴ飴で専門店なんて見たことなかったの。普通にフルーツ飴とかの屋台はさ、めっちゃ見るけど、専門店のリンゴ飴は見たことなくて、うわーってなって3人で食べたんですけど、それでまたリンゴ飴の熱がね、火がついて、またなんかオンラインショップでお取り寄せしようかと思ってんの。リンゴ飴熱、今はなんかそのリンゴ飴専門店ってね、そのね、リンゴ自体にもこだわってんの。シャキシャキの食感とか甘いとか、フレーバーも何個もあるしさ、今はちょっと何飴よりもリンゴ飴、リンゴ飴って通販で買えるの？
キャンディーアップルっていうリンゴ飴専門店があって、今どん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 全国に店舗を増やしてってる、もうすんごいリンゴ飴と言ったらこのお店みたいな。あ、そうそうだ、あの先輩たちが歌舞伎揚げのあのフェスで食べてらっしゃったやつ。なんだけど、めっちゃ美味しいんだって。要はそこのお店のりんご飴はまだ一回も食べたことないんだけどさ、行ってみようかな。行ってよ。そして感想を伝えに来て。今のやついちご飴あるよ。りんご飴、いちご飴、パイン飴とかぶどう飴とかあった。でさ、カットしてあんのよ。リンゴ飴が爪楊枝1本とかで食べれちゃうわけ。リンゴ飴が最高じゃん。カップに入ってるやつ。そう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 。皆さんだったら何味っていうのをさ、語り合いたいんで。代官山にある、そう、そこが本店。代官山は本店。私が今からあの喋るじゃない、種類を言っていくから、みんな覚えて言ってね。え、マジ美味しそう。いくよ。プレミアムプレーン、ヨーグルチョコ、シナモンシュガー、ピュアココア、宇治抹茶、タンバー、黒豆きな粉、ほうじ茶、紅茶で、今期間限定でね、レモネード味、あとオンラインショップ限定なのか分からない、ミルクティーもあったよ。どう？何味？プレーン、紅茶、レモネード、黒豆きな粉。ねえ、ユーもさ、こんなん見たら抹茶。うわ、みんなバラバラだね、好みバラバラ。なあ、好みバラバラな皆さんがパキルームに集まってる。ミルクティー、ピュアココア、レモネード、リンゴ飴なの。ミルクティー、プレーン、めっちゃ割れてるね。黒豆きな粉とココア、意味がわからない。いや、なんかリンゴ飴、そのなんかプレミアムプレミアムプレーンの周りにそのフレーバーの粉をかけるみたいな感じなんだけど、ユーナだったら何味かな。プレミアムプレーン、ヨーグルチョコ、ピュアココア、きな粉、紅茶、ミルクティー、レモネード。はい、これです。これ全部欲しい。
いやこれさ、なんか味だけを言ってさ、みんなに選んでもらったのも悪いと思うんだよ。その何々って書いてある下にさ、王道りんご飴といえばこれ、厳選された上質な甘いりんごの風味をそのまま楽しめます、表面の飴がパリパリとしていてりんごとの相性抜群です、とかさ、いろいろ説明文が書いてある。それを全部読んでから皆さんに選んでもらうのが一番良かったと思うんだけど、そんなめんどくさいことはしなかった。でもなんかめっちゃ人気らしいよ、ヨーグルチョコ。繊細なバニラのなら繊細なバニラの香りが印象的なバランスの取れたホワイトチョコとミルク感たっぷりなヨーグルトをミックスしました。ヨーグルチョコいいな。チョコとかついたらもう絶対確実だよ。リンゴ飴はどこから食べる？え、棒にくっついてるリンゴ飴だったら普通にあーってやるんだけど何ワニあーってやるんですけど、カットしてあったらもうそのままパクパクだもんね。あ、みんなも端末で見てるの？シナモンシュガーの説明が簡単で好き。あ、簡単なのが好きなタイプだから、ユウがはっちゃけネガティブポキコトキモトユナですっていうキャッチコピーだったら、ユウナのことを押してくれるってことですね簡単な説明が好きらしいよ。いいな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 、食べたい食べたい食べたい。はっちゃけネガティブっていうのはパパが考えたキャッチコピー、ユーナの。こんな明るくギャーギャー言ってるけど本当はネガティブなの、私超ネガティブ。いやいやって言われた簡単にしたよ。もうすぐお昼、何食べる？今ここに梅しその水晶鶏がある。これ弟に作った鶏胸肉をそぎ切りにして塩コショウを揉み込んで片栗粉を入れて揉み込んで沸騰したお湯に入れて茹でるだけでできます。あ、その後氷水で締めます。皆さんお昼ご飯のお時間、昼から可愛い子が見れて幸せだな。きゃー嬉しい。そんなそんなそんな、さっきまですごいうわブスとか言いながらメイクしてたんですけどね、ありがとう、嬉しいな。ポキ完成した後でよかったわ。
豚骨のカップ麺食った。いいと思う。ゆうも急激にあのラーメン食べたくなる時あるし、一昨日じゃない、3日、今今日はすい水曜日でしょ、だから3日前とかはラーメン食べたし、梅しそ味好き。そう、お茶大葉買ってきて刻んで、あの梅はお家にあった蜂蜜の梅としその梅をミックスして包丁でダカ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 ダーンって叩いて梅干しペーストを作った。かわいい子いるじゃん目の前に、皆さん今目の前に昼から清楚な女の子見られて幸せだよね。すごい今日はとても清楚で、いつもより清楚を極めてるって感じなんですけど、あれ食べた、セブンのささみのやつ、あー食べた、ささみ揚げでしょ、美味しかったでしょ。ほんと、いやもうさ、あの早くあの用事が終わった、よっしゃセブン行こうとか言って、あの流れでささみ揚げ買っちゃいますからね。プロフ見てきた、アーシャはおとなしく見えましたが全然おとなしくないです、すましました。でも私いつも歯見せて笑うことしかできないから清楚な感じには見れない、見えないんですけど、アーシャはおとなしそう。なんか前よりあの口、歯を見せて笑ってるアーシャ増えたよね、3期。前口閉じてたけど今は口開けてますみたいな。緊張しなくなった？何？何で緊張？素朴な質問、虫歯とかなさそう。私ねいやちょっと虫歯できやすいんだよ、なんか歯並びがいいから、歯磨きしただけじゃこのなんかダメ、毎日毎日歯磨きのたんびに歯間ブラシを歯磨きをちゃんとしてても歯並びが良すぎてできやすくて、定期的に検診に行かないとね、ダメなんです、危ないんだから危ないんだから、危ないんだから。ほきちゃんチャーミング、チャーミングあ、うちわが大活躍。アーシャ撮影とかで緊張、緊張しない、うまく撮れないけど、うまく表情を作るのは苦手だけど緊張はしない。え、歯並びが良くないくても虫歯はできるはできる。おはよう。朝から配信、そう、夜にできないかもしれないので
ちょっと朝やっとこうみたいな感じです。です。磨き方に問題ある。そうなのかな、電動歯ブラシでなんか7分くらいやってるけど。アイドル活動で一番緊張したことは、先輩方と初めてお会いする時かな。先輩方の前でパフォーマンスをした時はもう心臓がドキドキ。メイクするじゃない、心配優しかったよ、とっても。その時出てたよ、あのテレビに、新潟一番さ。また綺麗になった。さっきメイクしたばっかし、メイク崩れ一切してないポキ。先輩の前でもガオーとかするんですか？ガオーはしないですけど、あのカニになるで追いかけたりはします。追いかけたら先輩が立ち見な、うわーって言って逃げてっちゃって、こんにちは。最近は小越遥さんと追いかけっこをするんですよ、楽屋で。何やってんだって感じですけど。最近ずっと一緒に走ってる、追いかけてる。混ざりたいよ。ハルーラには入ってないんですけど、ポキが追いかける方では追いかけっこって言ってもどっちも追いかけてるんで、ずっとくる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 
どっちが追いかけられてるとか追いかけてるとかないんです。ずっと二人でどっちも追いかけ回してる。楽しい、とっても。ねえ、雨すごくない？嫌なんだけど。すごいズワーって言ってる。雨の音、これ全部雨の音。すごくない？これ雨。やっとやっとなんか部屋が涼しくなってきたな。早起きするとなんか疲れちゃう。なんか私は12時間くらいしか1日で行動できない体力なのかもしれない。あさっては4時起き。え、本当にそのレベルなんだよね。朝早いでしょ。ちょっと早く寝よう。ゴルフ。全然歌う曲とかは決まってないですけど、どうしよう。
ね、違うだよ。解禁はまだです。解禁はまだです。上手に歌えないけど歌ってみようかな。お気づきですかね。これバンドエイドの乃木坂5期生が様が歌ってらっしゃる曲です。
バンドエイドと同じ。同じだ。初めて歌ったよー。いや、私さ、何時に家を出なきゃいけないのか分かんないんだけど。ちょっと分かんないな。誰推し？井上和さん。私は多分ちょっと濃いめのお顔が好きです。ね。え、何時？本当に。本当に何時？大丈夫？私。家出なくて大丈夫？ねえ。じいちゃん！LINE で教えて。じいちゃん LINE で教えて。おー、来た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 。LINE 来ました。ありがとうございます。見てんなー。配信見てるなー。もうちょっと大丈夫だったよ。すごいね、見てたね、おじいちゃん。色なんだろう。不意
ありがとうございました。声出てるですか。そんな、でもまあ起きてからもう3、4時間経ってるからね。いい感じ。さ、ちょっと待ってて。
もう本当 に苦手なんだけど、これ大丈夫？最初のとこいいんだね。しまってごくごく飲んでしまって
からのグラス眺めていると、オンチオンチ、優しいね。こんなオンチでもさ、みんなさ、いい、よかったねとかさ、ナイスチャレンジとかさ、優しいね。これだから私は頑張れんだ最後をね、ございました。それでは壇上を読みたいと思います。
13位天使の分け前さんありがとうございます。12位一田さんありがとうございます。11位マシュマロチュンありがとうございます。10位横林さんありがとうございます。9位新潟和さんありがとうございます。8位阿部べぽきさんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位突破Qさんありがとうございます。5位ゆうきさんありがとうございます。4位としさんありがとうございます。3位まこいもさんありがとうございます。2位ビールバラさんありがとうございます。1位わたちゃんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。夜はできるかわからないので今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。あと半日頑張ろう。おやすみ。おやすみ。このごきげんよう。バイバーイ。